感情を否定し、今ある世界を全て正し、新世界を目指そうとした赤木。赤木の考えは非常に極端です。なぜ彼はそんな極端な考え方を持つようになってしまったんでしょうか。今回は新大地方をめぐって彼の思いを探っていきましょう。というわけで、オンジャス、どうも、サオでございます。なんか画面すごいことになってるよ。今ですね、今聞こえますかね、ロケ地228番道路に来ているんですけれども、さてここで問題です。228番道路に僕が来た理由は何でしょうか。はい、その通りでございます。僕が砂を使うスタンド使いだからですね。誰がイギーじゃ。何を一人で言ってんだこいつ。というわけでですね、今日は228番道路からですね、赤木の過去、そして今の考え方を探っていく形になります。で、 BDSP の解説になるので基本的にプラチナのお話はしないんですが、まあ、赤木の過去を話す上でプラチナの情報は必要なので、まあ、その辺はいい感じに振り分けていこうかなと思います。それでは赤木解説編どうぞ。こちらの民家、こちらは赤木に関係する民家なんですね。まあ、というのも、まあ、BDSP これダイパのストーリーをなぞっているのでですね、ちょっと違いがあるんですね。ではこのツルピカ頭に話しかけていきましょう。はい、ここでずっと本を読んでいる。息子も本が好きでな。そうだな、最近知ったのだが、宇宙とは時間と空間を意味する言葉だったそうな。はい、なるほどっていう感じです。で、ここの本にエスパーの秘密、ポケモンの隠された力、これ息子って言ってますけど、誰が息子なんでしょうか。さあ、またクイズです。そうです、クロロ団長、こちら五葉さんの父親でございます。四天王ですね。なのでエスパーについての文献があるって感じですね。で、しかもなんか宇宙に関しての興味を持ち始めてしまってるので、闇落ちが心配されるんですが、まあこちらの民家ですね、実はプラチナだと別の人の家になってるんですね。赤木の祖父が住んでいます。なのでちょっとプラチナにすると、ここ赤木の祖父の家なんですね。で、そこでなぜ彼が感情を否定するようになったのかっていうのがわかります。こちらプラチナでもクリア後に来れる民家なんですけれども、まあ、赤木がね、新世界創造をしようとして主人公に阻まれた後のお話になるんですね。で、祖父はこう語ります。あの時親の期待に応えることに疲れ、機械ばかりいじっていた孫を引き取っていれば、こういう風にお話しします。なので赤木が感情を否定するようになった理由は、まあ、親の期待だったり、そういうしがらみから来るものだったんじゃないかと考えられています。結構壮絶な過去だったのかもしれませんね。世界を一度改めようとしているんですからね。割と赤木って人が嫌いな側面はあるんですね。で、その反面、機械だったり、あとポケモンだったりは結構好きなんですよね。まあだからその時点で感情をなくしてねえじゃねえかよってお話でもあるんですけれども、それは後々話していきましょう。では赤木少年、どこに住んでいたんでしょうか。はい、こちらですね、渚シティでございます。向かっていきましょう。天然のムクホクさんは本当に便利ですね。どこにいても駆けつけてくれる。こちらにまたツルピカがいるんですけど、こっちですね。そういえば昔赤木という子供がいたような。誰とも付き合わず、機械と戯れてばかり。でもとても勉強ができたから、どんな風に育ったのかね。とんでもないことになりましたよ、おばあちゃん。ということで赤木は渚シティ出身だと分かりました。そしてもう一つ気になる点ありますよね、この画面に。え、どこ。この夫婦一人床で寝てますね。で、まあ、ここでお話の共通項が出てきました。赤木は人が嫌いというか、人付き合いが難しい感じの子供だった。そして機械が好きだった。ダイパと聞いて、機械と聞いて、何を思い浮かべるでしょうか。いや、これじゃ分かんないですね。家電と聞いて何を思い浮かべるでしょうか。はい、あのポケモンです。では向かっていきましょう。向かうべきは白帯の森です。205番道路を抜けていきます。で、ここですね。で、クリア後ね、ナタネさんがね、ジムリーダーなんでね、ここをちゃんと監視というか、管轄なので見ておかなきゃいけないんですね。なのでナタネさんがいます。いや、あなたもここの噂気になってるんだ。私が調べればいいんだけど、中に入るのは、ほら、私ジムリーダーでいろいろあるからね。ね、まあそうですね、チャンピオンなので、まあ、全てが管轄内なのかもしれません。ナタネさんはね、お化けがめっちゃ苦手なんで、ここを主人公に託します。
なのでちょっと天然のビッパの力を借りてですね入っていきます。あんま養殖のビッパじゃね嫌切りできないんでね。すでに BDSP の森の洋館についてのお話は取り上げているので、ぜひともお化け好きの方は別の動画見てみるといいかもしれません。では入っていきましょう。なんだか怪しげなテレビ、こっちが見られているようだというところでね、ここ本当はロトムがいる場所なんですね。まあなぜ出てこないかっていうと、あの昼だからですね。はい、テレビを叩けば出てきそうだ。叩いてみますか。はい、こちらのイベント見ることができますね。まあ、時代的にもブラウン管っていうのがね、味がありますよね。というわけで、まあ先ほど言ったポケモンはこのポケモンロトムになります。はい、ロトムですね、プラズマでできた体を持つ電化製品に潜り込み悪さをすることで知られているということです。まあここで機械というねキーワードがね出てくるということで、まあこちらのイベントをこなすとですね、秘密の鍵というものをゲットできます。それでは次の地、白帯シティに向かっていきましょう。この秘密の鍵はあのプラチナ要素なのでですね、まあこれも新要素なのかな、確かそうだったと思います。で、白帯のビルに向かっていきます。まあそこは銀河団のビルなんですけどね。というわけでつながりが見えてきましたね。はい、銀河白帯ビルの1階ですね、ここですねてな感じで出てきます。なのでロトムは、まあ、銀河団つながりのポケモンなんですね。不思議な形のモーターのついた電子レンジが置かれている。まあモーターはね、ロトムをね入れ替えるとモーターになります。まあ逆から読むとですね、はい、扇風機、冷蔵庫、洗濯機、芝刈り機。まあ芝刈り機はねちょっとね馴染み深くないですけれども、まあそんな家電たち、まあいわば機械たちが並べられている場所がなぜか銀河団の白帯のビルの中にあります。いつ書かれたのかも定かでない怪しげなノートが置いてある。とある場所で偶然特殊なモーターに出入りするポケモンロトムの情報などを入手した。ロトムは様々な家電に入り込みフォルムチェンジを果たす。姿を変えたロトムは入り込んだ家電の性質をその身に映し出し、タイプや覚える技などフォルムごとに異なることを確認した。いずれ詳しく研究して私の手柄とするためロトムに関係する一切合切を隠しておく。あとは真っ白だ。まあこちらですね、あのこの部屋を管理しているのってね、あのプルートなんですね、科学者ですね、あの銀河団の中の。まあ、なのでですね、プルートがこの手柄を得るためにですね、ロトムを調査しに行って白帯の森で秘密の鍵を落としちゃったってのがわかります。ちょっとおバカなんですけれども、これなんで手柄になるんでしょうっていう話ですよね。世界を消して新世界を目指そうとしている銀河団が機械に入り込むポケモンロトムなんて手柄になんないんですよ、こんな研究。まあそこで赤木の機械いじりが好きっていうところと繋がってくるわけですね。はい、そしてもう一つノートがね実は隠されています。いつのものだかよくわからない古いノートが置かれている。出会いは突然だったよ。僕がなくしたおもちゃのロボットを見つけた時、芝刈り機のモーターからポケモンが飛び出してきたんだ。で僕はロボットを持ったままそのポケモンを見つめていたんだ。そのポケモンはなんだかふわふわと浮かんだまま不思議そうに僕に近寄ってきた。ポケモンは電気を出しているのか周りの空気がビリビリ弾けるような音がして、このままだと僕の顔もしびれると思ったその時、ポケモンは笑ったように見えた。その時分かったんだ、僕たちは友達になれるって。不思議なポケモンをロトムって呼ぶことにした。単純なんだけど、ロトムは芝刈り機のモーターからその姿を現したからね。モーターとロトムなんだかわかるでしょ。ある日のことだった。ふわふわ浮いているロトムを見て、いつもとは逆に僕がロトムを脅かしてみたんだ。そうしたらロトムは驚きすぎたのか、体からの電気がいつもより広がり、僕はしびれ気絶した。気づいた僕は周りにロトムがいないことを知り、必死になって探し回った。気にすることなんてないのに、僕は大丈夫だよ、いつものように遊ぼうよ。いっぱい言葉が溢れてくるのに、それを聞いてくれる友達はどこにも見つからなくて。それはロトムを探している時だったんだ。おもちゃのロボットを見つけた。僕と目が合ったロボットはなぜだか手を振ってくれた。それはロトムだと分かった。僕は駆け寄り力いっぱい抱きしめたまま、僕はロトムにたくさん話しかけた。その度ロボットの目が嬉しそうに光って、きっと中のロトムからたくさんの電気が出ているんだろう。なんだか今までよりもロトムのことが分かる気がした。そして僕たちはずっと一緒だということも。ノートの書き込みはこのページで終わっている。はい、これがね指すことなんですけれども、まずロトムは赤木が名付けたポケモンであること、赤木が初めて発見したポケモンであること、そして心を通わせ合っていたことなんですよね。一人で遊ぶことが多かったんですよね。で彼は一人で遊ぶ上で何に興味を持ったかっていうと機械なんですよ。感情を持たない機械だったものが
初めて感情を持ったんですよね、赤木の目の前で。だからこそ赤木は感情を持った機械に対して自分も感情を巡らせたわけですね。だから今でもポケモンは彼は好きなんですね。だから夏木進化のポケモンを使ってます。で、彼の考え方的にもポケモンは道具ではないっていう立場を示しています。自分の一心同体、自分の力を拡張するものなんだ。みんなで考えればスマホですよね。実際にスマホってみんなの臓器みたいになってるじゃないですか。まあ、例えばこの家電でもそうですよね。芝刈り機はさておき、ご飯はね、冷やしておかないと腐るし、暑ければクーラー、扇風機を回すしっていうわけで、まあ、自分の自らの拡張器みたいな感じで機械を捉えていたんですね。で、実際にスマホって今、ポケモンの世界ではどうなってますか？ガラルではスマホになってるんですよ。じゃあその感情を持った機械、結局どうなったんでしょうか。今は手持ちにロトムがいません。ここからは詳細不明。出たー。じゃあここからが全くわからないっていうわけではないです。なぜプルートがロトムを探しているのかっていうね、もう一つの理由ですよね。それはロトムがいなくなったからなんですよ。赤木はロトムと会いたいんですよ。いなくなったからプルートがこっそり探して手柄にしようとしているんですよね。これがもう明確な答えです。赤木とロトムは離れ離れになってしまった。だから感情を捨て始めた。そしてその感情を捨て始めた理由として、もう一つ親の期待に応えることっていうのがあったんですよね。親の期待に応えることっていうのは結構赤木ってガリ勉だったりするんですけど、もともと親も多分銀河団なんですよね。で、これなんでわかるかっていうと、レジェンズの島星さん、レジェンズの島星さん、大和言葉で月っていう意味を表します。そして赤木って英語名でサイラス、これは太陽っていうね意味を表します。つまり月と太陽でっていう対比がされています。赤木の先祖って代々銀河団のトップ層なんですよ。で、もともと銀河団って翡翠地方を開発してた団体なんですよね。いろんな地方から集められた。赤木がこういった宗教じみた考えを持つ前って、結構普通の悪の組織じゃない普通の組織だったんですね。まあ、機械いじりの技術だったりとか勉強だったりするのは、まあ、英才教育ですよね。で、赤木も機械好きそうだったし、そのまんまにしといたんですけど、まあ、機械が感情を持った結果、あのノートのように普通の少年のように遊び始めてしまったんですよね。だからまず親が引き離したんじゃないか、旧銀河団が引き離したんじゃないかっていうのが一つ目の説です。で、二つ目の説は結構ニアリーイコールなんですけれども、まあそもそも銀河団って調査隊だよねっていう。じゃあロトムめっちゃ珍しいよね、研究するよね、プルートみたいにっていう話ですね。それが親の期待に応えてっていうところにもかかってきてる可能性があります。思想編に行きましょう。まず赤木の思想はどんなものだったでしょうか。今の世界を消して感情の存在しない世界、新世界創造を目指すというものでした。赤木って幼少期の頃から見ていくとわかるんですけど、天才気質なんですよね。新世界を目指す上でいろいろな研究をストーリー外でやってるってのがわかります。その一つの技術としてこの赤い鎖です。この赤い鎖は赤木の知能が生み出した DNA 構造から来る傑作なんですよね。で、赤木がこの悪の銀河団、翡翠後の悪の銀河団を作るためで一番重要視したことって何だと思います？感情の掌握です。一番感情を理解していた人なんですね。逆にだからこそ宗教的なリーダーとしてトップに君臨することができました。銀河団も赤木に対しては盲信しています。感情を縛ったり感情をコントロールする、一番感情を分かってるからこそできる赤木のなせる技なんです。まあ、赤木はついに新世界を創造するために赤い鎖を使ってディアルガを呼び出し、ディアルガの力を自分の一部としようとしました。しかし感情っていうのは結局簡単なものではなかったんですね。感情を否定するために阻んできたのはもう感情そのものみたいなユーマたちが妨害しに来たんですね。で、実際にディアルガ呼び出した時はやっぱり自分の考え方は間違ってなかった、長年の計画は間違ってなかったんだ、大喜びするんですけれども、まあ、ユーマにそのね術を破られてからは結構ね感情むき出しにして怒ります。はい、っていうのが、まあ、BDSP 世界線の赤木でございました。プラチナではねもっと別の話があるんですけれども、まあ、あくまで今回は BDSP 解説がメインなのでここまでにしておきましょう。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をするとですね、あなたの家の冷蔵庫にロトムが宿る確率 0.8543% 上がります。
電気代に悩まされている方は非常にお得なので、ぜひともチャンネル登録よろしくお願いします。それでは残念ですが、さようなら。